ではじゃあもう行っちゃおう。すごいね、運転好きなんだね。運転好きですね。本当すごいするの好きで、すごい運転したり喋ったり同時にできるんだねどういう車がお好きなんですか？でもね、大きいのが僕好きで、うん、割とそう、みんなで乗れるやつが好きで、なんか今年、キャンピングカー、そう、キャンピングカーのなんかアワード受賞して、なぜかこのどうやったら受賞できんの？だからこの YouTube チャンネルをやってるっていうのもあるらしく、なんかそうで、1年間、うん、最新の今キャンピングカー僕乗り放題なんです。わ、素晴らしいじゃないですか。で、そうなんです、いつでも使っていいっていうので。じゃあそれもキッチンとかついてるの？全部ついてます。ベッドもついてて、キッチンもついてて。でもうどっか行った？それで。いや、まだいただいたばっかりで、まだ行けてないんですけど、うん、行こうと思って。もしあのキャンピングカー必要な時言ってくださいキャンピングカー、今モーツァルトになってんだっけ？モーツァルトになってます。どう、モーツァルトになる気分は？モーツァルトになる気分は、うん、これ実は僕11年目で、うん、11年前からやってる役で、うん、でもう4回目なんですよね。その毎回再演でやらせていただいてて、初日にあばらを折ってしまって、うん、本番中に。それいつの？今回って？いや違いますね、24歳です。4歳かあの時は。はい、上からジャンプするシーンがあって。うわ、怖い。そんな体張ってるモーツァルトなの？そうなんですよ。もう踊って歌って芝居してたんで、でバキって言って、もうそのままそこから、2ヶ月本番やらなきゃいけなくて。でもやり通した。もう気合で、痛み止めだけで、痛み止め飲んで、もう治療行きながらやってっていう、もう最悪なスタートだったんですよね。もうちょっとしたことだって痛い、息吸っても痛いレベルでしょ。そうです、もう本当に普段生活するのも しんどいぐらい。呼吸もさ、歌でなんてこう、あ、ごめんなさい、はい、そうなんですよ。息す、大きく息吸ったらもうむちゃくちゃ痛いわけでね。めちゃくちゃ痛いです。普段はもう本当にと言いながらこんなやってて本番始まったらわーってもうやっちゃうみたいな。あ、まあ、不思議な何かが出るんだな。そうなんですよ。ともこさんは何なんですか、きっかけっていうのは。きっかけ、もういかがわしいですよ本当に。そういう最初からほら、歌が好きとか、はいはいはい、舞台っていう夢やキラキラしたものを追いかけてっていうことにすごい憧れるんですけど、私は本当に不純な理由で、もうただ単に田舎に帰りたくないっていう理由だけで、東京にすがりつく理由を見つけるために、あのモデルの仕事したりオーディションを受けたりして、こう何か何かないかっていうことで、おかげさまでこんな素晴らしい出会いをたくさんいただいて、いまだに、はい、だから分かんないよね、いまだにどうやって演技ってしていいのかとか。なんか本当ですか？あ、全然分かんないままやり続けてるんだけど、はい、だからなんか不思議な人生。そのモデルっていうのがスタートラインですか？最初もうそれは何ですか、自分で応募なのか。だって東京で本当にスカウト、あ、スカウト、歩いてたら地下鉄銀座線の中で、その時のモデル事務所の方に声かけられて、地下鉄で。でもなんか東京ってまあ人さらいとか怪しい人いっぱいいるから、もう田舎の女の子、もうウブな女の子だったからめちゃくちゃ警戒してて。そうですよね、怖いですよね。でもまあなんかアルバイトでもなんかしね、生計を立てながら東京にいる理由を作らなきゃいけないっていうことで、まあやり始めて、でその中でモデル事務所なんだけど、 NHK の朝ドラのオーディションっていうのがそのモデル事務所に来て、でモデル事務所からその行ってらっしゃいって、はい、送り出されて、そのオーディションに行ったら、あの受け入れてくださって、ね、ヒロインに。もうすごいことですよ。それも本当ありがたい、皆さんに助けていただいてる人生です。いやいや、素晴らしい。これ一作目が朝ドラ、一作目は朝ドラ、じゃあお芝居も初めて。もうゼロ素人ですよ、もう本当に。すごいな。でもさ、うちの検温ってさ、はい、今日も思ったけどさ、入り口にさ、はい、巨大なドタヌキっていうタヌキがいるじゃん。その時はいはい、今いますね、いますね。あれ見て、この事務所大丈夫かなって思わないだってさ、もう人の等身だ、巨大な人の大きさぐらいのさ、うんうんうん、あのほらここにふんどしして、赤いふんどしして前を隠してる巨大なタヌキがドタヌキってあれ何なんですか？いますよね。なぜかあるじゃない。これ芸能事務所ってもっとおしゃれなもんだと思わない？なのになんでこんなさ居酒屋のチェーンみたいなさドタヌキがいるんだろうってさ。タヌキいますね。
もう本当にもう僕が検温入ってから、うん、本当にいろんなチャレンジさせてもらって、うん、それこそミュージカル会がすごく今盛り上がっていて、うん、まあ、今モーツァルトもやらせてもらってますけど、うん、そのミュージカルで縁がなかった方、うん、メディアで例えば僕のことを知って、うん、初めてミュージカル来ましたみたいな方もすごく増えて、うん、本当にありがたいと思ってますね、うん、でその20代とかずっとドラマとかやっていく中で、そのお芝居とか、うん、その演じるっていうことが面白くなってきた瞬間とか作品とかってあります、きっかけになった面白いっていうレベルに行けたことは一度もない。未だに追い詰められて、もう毎回崖っぷちでどうしようと、はあ、なんかどうやったら演技って上手くなるんだろうと思わない？いや、もうずっと思ってます。だって教科書があるわけでもないしさ、はい、これやれば100点っていう点数もないしさ、ともこさんの口がそういう言葉出るっていうのもものすごいもう励みになりますよね。未だに分かんないわ。でも人としてなんか多少修行しないとやっぱりいけないじゃない、はい、人間力で勝負しないとまずいじゃないですか、はい、だから人間力を上げるためにどうしたらいいんだ。でも勉強するしかないし、はい、まあ勉強だよね。とにかくだから知りたいと思うことや勉強したいと思うことは、うんうんうん、心のままに勉強に向かっていこうとは思ってるけど、はい、それぐらいしかできないよね、でももう20年30年と続けていく中で、うん、やっぱりこの面白いと思う瞬間というか、やっぱり好きだなっていうのは、いやでもやっぱ共同作業として面白いじゃない、はい、あ、みんなで何か作って、みんなの本気がガーッと集まる瞬間と、それはめちゃくちゃ面白いですね。その本番の1回に集中する、はい、緊張感と熱量というか、はい、わかります。ですごいね、面白いキャラクターの方たちにたくさん出会えるし、はい、刺激もたくさんいただけるし、台本も読んでいい脚本だと本当に涙出るほど感動したりもするしね、はいはいはい、そうですよね。なんか作る楽しさをみんなと一緒にできるっていうのはあるかな。確かに、あとやっぱり正解がないっていうことと、うん、そうですね、今もう ずっと迷い続けるじゃないですか、うん、それが面白いんですかね、そのゴールがないっていうか、まあ、ずっと考え続けるっていう、だからやり続けなければ仕方ないっていうか、はい、だから人生と一緒なのかなみたいな格好つけてる、ね、完成権100点がないものね。すごい、そうですよね、パトカーがなんか前だけど、そう誘導してくれてるみたい、気になるよね、私たちの誘導してるみたいな、はい、さっき追われてるのかなと思ったんだけど誘導してる。しかもさ、あれピコピコ鳴らしながら私たちの前にいるから、そうなんですよ、これそうなんですよね、ちょっと気になるよね、ちょっとピコピコしてる。でも私たち関係ないよね、悪いことしてないんで、ね、はい、かなり安全運転なんで。さあ、私今回育三郎さんをもっと知ろうと思ってちょっといろいろネット見たりした時に、はいはいはい、もうこれ見て惚れたと思った歌があって、はい、バラより美しい君はですね、変わったですね。そう、はい、あれ歌ってましたね。私日本で一番好きな歌なんですよ。でも布施明さんが大好きで、あ、そうですか。だって才能むちゃ、いやいや、もうむちゃくちゃ才能の塊じゃないですか。才能の塊ですよ、あの美しい美声を。でどっかその、うん、クラシックの発声みたいなところを感じますね、うんうんうん、あの歌の。布施さんもこの間なんかそうイタリアのなんかこうカンツォーネみたいなのをまだなんかやら、あら、はい、今のお年になってからの近くになってからやられて、それでコンサートであのパバロッティみたいな感じで、はいはいはい、私あのファンだから行ったんですよ、はい、コンサート見に行ったんですけど、はい、素晴らしいんですよ、その声量とあのパバロッティ感が、でそれをずっと多分若い頃ももちろんやられてたと思うけど、それを60代過ぎてから、はい、そのパバロッティのあの声量のこう、はい、一体化、コンサート会場をわーって引きつけるってすごいなと思って。で実はいつもすごくミュージカルとかやってて、うん、葛藤するのが、うん、やっぱり日本語で歌うっていうことの難しさっていうのは実はすごくあって、うんうんうん、はい、だからレミゼラブルとかも そっかそうなんですよ。英語だとそうだよね、一つの音符に、うん、単語入ってくるので、うんうん、例えば Do you hear the people sing、うん、ってあるじゃないですか。 Do you hear、うん、音のぶつけ方がそうだよね、 なんですよね、うん、日本語だと、うん、戦うものの戦しかないんですよ。英語だと Do you hear、 あなたは聞こえるって3つの音で、あ、なるほどね、意味も3分の1になっちゃうんですよ、日本でミュージカルやると。あ、そっか、意味の量がそっか、
そう広がっちゃうのか、そうか、なるほどね。戦うものの、うん、Do you hear、うん、the people、うん、sing、うん、っていう、なので英語と同じリズムでいくとベターとしたんですよね、うん、なるほどね。戦うもののだともう見てる人が 眠くなっちゃうというか、うんうんうん、なんでちょっとテンポ速くするんですよ。どういう風に？に英語で、うん、Do you hear the people sing、うん、って言ってるのを、うんうん、日本語だったら、うん、戦うものの歌書きっていう風に少しテンポアップしないと、英語っぽい感じに、はい、するのかな。英語よりテンポ前にしないと、もたつくというか、英語はそうなんですよ、一つの音符で喋っていけるので、うん、リズム感、グルーヴ感っていうのを出せるんですよね、うん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 、なるほどね。でもあのロンドンの演出家にある時、うんうん、あの僕が自分の役で、うんうん、燃える太陽の矢が胸に飛び込んだっていうフレーズがあって、うんうん、燃えるっていうのが、うん、英語だと、うん、In my life なんですよ、うん、私の人生、うん、In my life、In my life って life、うんうん、でこの life のように、うん、燃えるのるを言えって言うんですよ。いや違うんですよ、るは何の意味にもなくて、うん、るはるなんです、うん、人生じゃないんです。面白い面白い。In my life、ね、燃えるルーって言えない。そうね、ルーは life じゃないんですって言ってんだけど、もういや life なんだこれは、ここは面白いルーって言えみたいな。なるほど、life、そういう要求もあるんだ。いや違うんだみたいな、そういうこともあったり、うんうん、結構その日本語で歌を届けるっていうのがものすごく難しくて、それをちゃんと日本語で考えてやってる人、はい、育三郎さんぐらいじゃない？いやいや、他にみんなそこちゃんとそこまで。でもミュージカルでは結構いろいろ考えるんですけど、うん、で言葉がやっぱり歌って言ってもミュージカルの中では芝居の一つなんで、うん、歌詞が聞き取れないと、うん、やっぱり物語に入っていけないんですよね、うんうんうん、でも歌詞にとらわれるとリズム感が出なくてかっこ悪いんですよ、うんうん、だからはっきり喋るとダサくなってしまう、どうしても、うんうん、その辺のバランス難しくて、その辺そうだよね、日本語の問題だね。桑田佳祐さんなんか俺僕大好きなんですけど、あだって桑田さんこそね、歌をあの歌やるよって、英語の発音に聞こえる日本語の歌い方だと思うんですよ、うんうん、あのラシャンかって、そっか、でも桑田さんだもんね。グルーヴ感、リズム感めちゃくちゃかっこいいですよね。うんうんうん、でもあっちに持っていくとミュージカルの場合だと、うんうん、観客が歌詞を聞き取るという方向に行けなかったりするから、そうだよね。でもそっち意識すると、うん、リズムがダサく聞こえちゃうとか、うんうん、だからいろんなバランスがすごく難しいですよね。ミュージカルっていうのは、その葛藤はもう常にありますね。なるほどね。だから歌舞伎とかね、のみたいな、うんうん、あんなあんなっていうのがやっぱり日本語が一番本当は合うんですよ。日本語としてはね、あのスピード感、母音を伸ばしてあのゆっくり。そっか、はい、っこれ実はあれじゃないですか、そうなんですよ、仕事場、仕事場ちょっと草村さんの仕事場に、はい、ごめんなさい、ここか、あそっか、押さない、あ、3、あそうそう、3、2、1なんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今度こういう角できます、うん、あとね、ともこさんがもういいですか、こっちです。え、どうする、え、こういうこと、はい、ごめんなさい、もう一回いきます、うん、早かった、3、2、うん、あー、いいですね。ともこさんなんかもう体のケアとかトレーニングとかそういうのもどうされてるんですか、うん、いや、そう、なんか変わらないじゃないですか。トレーニングのためのトレーニングってつまんないじゃん、まあ、はい、筋トレとか、はいはい、わかります、あの筋肉だけに気持ちをいっても全然やる気にならないから、はい、うんうんうん、やっぱりそのミュージカルで歌でトレーニング兼ねてるのと全く同じように、はい、好きなことじゃないと続かないし効果が出ないから、うんうんうん、あのフラメンコをずっとやって、はいはい、踊って踊ってるといくらでも踊れるし汗いっぱいかくし、で筋肉だけじゃなくてああいう踊りのいいところって、はい、こう魂がこう湧き立って活性化されるじゃない、魂からエクササイズできるじゃない、はいはいはい、曲を聴いて音楽を
全部自分に染み込ませて、その音楽に置いて表現したり動いたりするっていうことがすごく全体としていいよね、効果が。フラメンコもその現地とかも行かれて、フラメンコは行ってる、もう定期的に修行に。どういったものなんですか、そのフラメンコ、その現地の方にとっては、日本ではちょっと習い事とかみたいなイメージはあるんですけど、文化そのものがやっぱ踊りとか歌って形がなるじゃない、そうですね、その風土とか文化そのものが、その歌や踊りや、あの伝統芸能の形になったりするんだけど、スペインのその良さはやっぱりそのあの人生の楽しみ方を本当に教えてくれるんだよね。こんなに人生って楽しくできるんだとか、こう感じ方や考え方でできるんだってこと毎回ぶん殴られたぐらい教わってくるから。そうですか。スペインの面白いのはさ、その時間体の使い方、1日のサイクルの使い方として、なんか昼ご飯をものすごいたっぷり時間をかけてゆっくり食べるんですよ。かといって彼らは決して怠け者なわけではなくて、めちゃくちゃ時間にもちゃんと厳しいししっかりしてるし、朝はなぜか午前中しっかりちゃんと働くし、そして昼をゆっくり自分たちのために使った後、今度は夜9時ぐらいから復活するんですよ、また彼らの。ね、だから彼らの楽しみ方、一日の中にこう楽しむ重きが2回ぐらい復活してくるみたいな使い方が、とってもこれこう自然とマッチして効率的だなと思うのは、暑い地域だからその休まないとやってられないっていうのがすごい理にかなってるのよね。そうかそうか。だから日本もほら最近とってもちょっと亜熱帯地方みたいな、灼熱じゃない、夏とか。暑いです、暑いです。あれをガンガン冷房エアコン効かせて働き続けるより、本当は自然に任せて昼をゆっくりして、なるほど、一回そこで休んでまた涼しくなったら復活するみたいな、ああいうサイクルをちょっと真似してもいいんじゃないかなって思うよね。今コロナでね、こんな状況になってしまいましたけど、いつになったらまた。でも、今すごくこんな状況でもとっても私にとって本当にありがたいのは、オンラインで一瞬でスペインと通じることが今できるんですよ。今までは、ね、1回とかまとめた休みを自分の時間を取って、修行しに学びに何週間もとか行ってたんですけど、それが今は向こうの方もオンラインやってくれるから、毎日2時間とか3時間とか、もう素晴らしい踊り、一流の踊り手の方に教えをいただき、受けることができるんですよ。オンライン上でレッスンしてるんですか？オンライン上でレッスンができる。スペインとつなげて？毎日スペインに、気分としては毎日スペインにいるみたいな。すごいですね。だからもう、こういう状況ですけど、でもとってもそれはありがたいこともあるんだな。そういうつながり方もね、手法としてあるんだなっていう勉強には。でもやっぱり自然体なんですね、ともこさんは。やっぱりその感情が動いて体を動かしたり、機械的じゃなく、すごく自然とともに生きてる感じがしますね。自分の機械とかは全然ダメなのよな。なんかこう意味を感じない動きには全然動けないんだけど。でもやっぱり嘘がないというか、やっぱり心を一番大事にされてる。でも、綺麗だな、楽しいなとか、歌と、素敵なメロディーというと、自然にね、体動くものね。そうなんですよね。そういうのがいいよね。やっぱり面白いのが、歌も、僕もやっぱりいろんな勉強して、クラシックだったり発声もやってきたんですけど、結局は、心が動いたらその音出るんですよ。なるほど、深いな。心がつながってれば、その高いキーが出るんですよ。うわー、そっか。ここがつながってないのに出すと裏返ったり、ってなっちゃうんですけど、基本的には感情が、お芝居と一緒で、例えば、日常生活で普通に生きてて、じゃあ向こうと30メートル、50メートル先に、自分の家族がいるとか、で呼び止めようと思った時に、わーいって声をかける時の、その声の例えばトーンとか、音階で言うとものすごいいい声で高い音が出てるんですよね。でもそれが歌いますってなった瞬間に、突然やっぱり皆さんカラオケでもそうだけど、体が硬くなって筋肉がギュッて縮んで、声帯も、で歌えなくなるっていうのは、うわー、そっか、と
ところが試されてるんだね。そうなんですよ、深い世界だね。だからある意味お芝居なんですよ、芝居と一緒で。やっぱり感情が動いてないのに喋ったら不自然なのと一緒で、うん、歌も一緒なんですよね。自分の感情乗ってもないのに歌おうとすると、違和感だったり、うん、ちゃんとそこの音がはまんなかったりするっていう、うんうん、いやでも今スペイン行きたいです。今の話もそうですし、もともとスペインすごい興味あるっていう。たまにじゃあ向こうで待ち合わせして、うわ行きたいですね。ちょっとうちらと夜のバル巡りとかして、まあ、ですか、最高に楽しいですよ。行きたい、一緒に行きたい。でうちの唐沢もほら、唐沢ファミリー行きたい。飲み食いすごい、飲み食いしか興味のない。行くとき声かけてください。本当に楽しいよ。で美味しくて、もう、はい、もう人生もう最高楽しめますよ。実はともこさんとあの、うん、同じね、あのチーフなんで、マネージャー、ああ、はい、スケジュールをじゃ あスケジュール調整していただいて、でもあとじゃあ世界が平和になることをまず、まず世界平和になって、世界平和を一日も早く願いながら、はい、唐沢家があのスペインに行くっていうことで一緒についていくんで。いや、うちも旦那とほとんど趣味は合わないんだけど、唯一食べ物だけでは旅ができるから。でも食べ物一番大事ですよね。彼はだって旅しても全くそのミュージアム行ったりとか観光とか全くゼロで、ホテルの部屋にしかいないから、何のために行ってるんだと思うけど、食べ物のためだけに出てくる。美味しいものはね、お酒とか。でもそれも唯一そういう意味で食に関してだけはもう時間があればスペインに行きたいっていう男になったから。でも食大事ですよね。食は素晴らしい。住まいとしては将来的にというか、うん、あるんですか、その、まあ、世界だ、海外だったり田舎だったり、そこはあんまり関係ないですか。あ、住み方、住みたい場所。例えば僕田舎に僕は興味があって、あ、うんうんうん、絶対東京にいたいっていうこともなくて。あ、だから考え方はさっき言ったようにやっぱり移動民族でいたいなって思って。あ、なるほど。まあ、ここってずっと定住するのも、まあ、それはそれでいいんだけど、はい、ちょっとそのだって季節や雰囲気によってなんかいい時期だったりあるじゃない、はいはい、その土地ならではに。そうですよね、その季節はここにいたいとかこの魚が取れる美味しい時はここにいたいとか。ああ、なるほど。あるじゃない。いや、それはでも一番ベストですよね。だからできるだけ世界、まあ、4、5箇所を、まあ、拠点にしながら1年かけて地球を回れたらいいかなって思ってる。最高ですね。国内でもそう、もちろんこの時期は奄美大島行きたいなと思ったら、はいはい、奄美行ったりいろんなとこ行きたいな。ちょっとそういう話今度ゆっくり聞かせて。いろんな分野に、はい、今日は話が飛びましたね。ありがとうございました。